委員長の斉藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。大会宣言、皆様にはご多忙中にもかかわらず多数のご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。平成30年2月13日葛飾柴又国の重要文化的景観として選定されました。柴又の人々が代々大切に守り育んできた歴史、文化、そして町並みがこのような形で評価されることを心から嬉しく思っております。そしてこれを祝賀するイベントを各も盛大に開催することができたのはひとえに本日ご臨席いただきました皆様方や関係者の皆様方のご協力とご尽力によるものと心より感謝を申し上げる次第でございます。主催者を代表いたしまして皆様方へ感謝と気持ちを込め、またこの柴又の風景が脈々と後世とつながっていくとご祈念をしまして、ここに葛飾柴又重要文化的景観選定記念イベントの開会を宣言いたします。参道のにぎわい楽しい帝釈天、帝釈天の縁日の前夜は宵行し、江戸の頃は一面の田園風景に提灯の明かりが江戸市中から柴又まで延々と続いた。参道には人々があふれ、名物を商う店が立ち並び、帝釈天境内は参詣の人々で埋め尽くされていたのだ。時代は移り、先人から受け継ぎ次世代につなげていこうと、今も揃いの法被にうちわ太鼓でまといの練り奉納を続けている人々がいる。信仰が、伝統が、生き様が景観として今も確かに残っている。江戸も昭和もここでは確かに息づいている。まばゆいばかりの光の竜やお堂を壁者からお守りする猿たち、他にも帝釈天ゆかりのたくさんの役者が揃った。柴又ナイト、今によみがえる宵行し、今宵ひとときの夜の宴にあなたは見せられる。